近いところであれば、あとは仙台ですね、うんうん、だから、まあ、津山で話していたのとやっぱりそうすると想定するエリアが佐沼だとまた違うなって、はい、感じましたけど、まあこれね毎年結構できるやつっていうのは、うん、どこ行くかなって逆に悩むと思うんですよ、うんうん、あの佐古楽楽みたいな、うんうんうん、人たちがそのまま怠けたらもったいねえぞっていう感覚もちょっとあって、うんうんうん、で、あ、いや佐古ダメだって言ってるんじゃないですよ、うんうん、あの佐古の中でもとびっきりできるやつ高校3年生2人3人いい大学行きますもんね、うんうんうん、でそういうようなことが関高とか古川高校とかだと、うん、すげえなっていうのが10人15人、まあ、数は増えます ね、うん、そんな感じの学校の雰囲気になってくると思うから、うんうん、そういうペースにね引っ張ってもらったりした方が伸びる子なんかもいるかもしれない、うんうん、通学がちょっとどうするって悩むとこだけども、うん、古川高校それから石巻高校公、うん、文館とかもいいですか。公文館、うん、昔の女子ですよね、関女のこと。そうです、関女ってやつです、うんうん、石巻女子校、はい、うん、関女だったから公、まあ、文館と、うん、なっても優秀な方なんですよね、うん、関、うん、石巻館内だと人気があるのは公文ですかね、実際人気っていうんですね、うんうんうん、そう、関校まで、必要ありませんみたいな感じかな、まあ校舎も新しいんですね、うん、新しいからこう、うんうん、行ってみたいって人が多いのかなと思うんですけど、ね、うん、そうなんです。佐沼から公文館ってありですよね。かかるんですか、うん、あ、まあ、か通学の手段があればです。そうなんです。だから、まあ、豊里駅とか、あ、なんかそこら辺までの送迎になっちゃうかもしれないですけど、うんうん、どうしてもその通学の、うんうん、手段も、そうですね、スクールバスみたいなものはね効率でないと思うんで、うんうん、ただ学校としては非常に環境いいのかなと、うん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 、っていうような学校、今昔と比べたらあれですけど、うん、40年前私がここを選ぶ時って学区っていうのがそうですね、ありましたよね、はい、うん、でそれを超えてはならぬのじゃみたいな、うん、住んでいる住所から限られます、ここですっていうのが、うんうんうん、学区制度つながりましたけど、うん、それはお父さんお母さんしかわからない話ですね、はいはい、そうでね、学区があったから意外ともう決まっちゃう、おのずと決まるみたいな進学だったんですよ、うんうん、で今それもう取り県内払われて、法律は県内全学区だった、はい、宮城県が運営している県立高校なんだからもうどこでも公立行ってもいいですとなりました。で現実的にじゃあ送迎どうするんだとか、うんうん、そういうところをクリアすると石巻古川あたりまでは全然行っている人実際いますよと、うん、っていうことなので、中3の判断、中3で決める進路が一生を決めてるような気がするんですよ。行っちゃうやつはこっからも羽ばたいていってるなみたいな、うん、中3でね結構真剣に考えたやつ毎年一人二人おおっていう進路ね、うん、うん、目指す子の話をちょっと聞いたりしてるので、うん、どうせ悩むんだったら、うん、ここは中3で真剣に考えるの、うん、これ非常に大正解なんじゃないかなって思ってます。うん、まあ、今ねめちゃくちゃできるパターンの話してますよ、うんうん、そういう子はもう塾来てんのかな。うん、まあ塾とか行ってなくてもやっぱそれなりに点数取ってる人もいるかなと思うんですけど、あとそこはどこ目指すかで来た方がいいっていうケースはありますかね。やっぱりこう、もうさらに点数上げるとか、そうそう、第3の選択肢を見つけるとか、うん、いや要するにね、ギリギリのこっから落ちる、こっから受かるみたいなギリギリで受かっちゃうと、うん、その後の高校生活きついと思うんですよ、うんうんうん、だからこれギリギリだったらば1個下げた方が天国みたいな高校生活になると思うし、それはありますね、はい、それからまあギリギリで受かるのは嫌だから、うん、ちゃんと受かるときに真ん中以上のあたりで受かれるようにするのが俺受験の本当の意味のような気がする、うん、受験勉強の、うんうん、だから単純に3月受かった落ちたって話じゃなくて、うん、その後3年間の高校を
なんかこうハッピーにしたいじゃないですか、うんうん、だから、やったここに入れてよかったっていうことは多分ね、そのギリギリでね攻めない方がいいっていうのも、うん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 、作戦かもしれないですね。ちょっとそのゾーン的に勉強してる人の方の話ではあるんですけど、例えば佐沼高校入った、うん、石巻高校入った、古川高校入って高校1年生になりました、うん、あどうやら去年の高校の先輩で東工大入った人も5名いるらしいと、うん、あ俺東工大行けんのかなじゃなくてだからあとそこはやっぱ自分がどのゾーンにいるかだから、うん、だからそこを見据えて中3でか、うん、今半年間は勉強しないといけないので、ねうんうん、だから当然その可能性ゼロとは否定しないけども、うんうんうん、自分でそこね今度左高古高関高の中で当然また200人のランキングみたいなの出てくるからそのシングル1番から10番ぐらいまでのさ上の方のやつだよ東北大学現役で入ってるやつ、ここは高校の3年間が一番大事ではあるんですけど、やっぱここ入ったら入ったでその通学の時間もかかるしあとその部活もまた新たに始まるので、うん、とスタートの時点でやっぱりそのポジションを上げるのは今あと数ヶ月しかないので、うん、そうなのだから受験勉強がその後にねすごく有利に、ね、働く、うんうん、ためのものだよというのはおじさんになってやっと分かってきてるから、うん、関高なんかも、うんまあ、文武両道な学校ですよね、うん、勉強だけやれみたいな感じじゃないですよね。部活は義務なのかな、ちょっとどこまで義務なのかわかんない。多分でも全員がそのきつい部活ってわけではないと思うんですけど、佐野高校も運動多めですしね。あそうですね、部活は、うんうん、あと佐野はどこ入るかですよね。あんまりそんな忙しくない。そうだからまあ、高校入って大学受験のために部活を捨てますみたいな、うんうん、ふうに思っている人も見るけど、まあ大変だけど部活やった人たちはやっぱりやってよかったって言うし、うんうん、両立をね両立するのが大変だけど達成感はあるみたいな、うんうん、両方やりたいっていうのも本音だろうから、うん、そこら辺のバランスで高校決めなきゃいけないね。まあそうっすね、うん、まあいずれまあその進学だとか就職だってはなるんですけど、まあ、今他にもここはいっぱいありますけど佐沼とか石巻だと富山もあるか、ちょっと普通じゃできない部活とかもあったりしますよね。うん、オートとかもすべての高校にあるわけじゃないし、うん、あとなんだカヌーとかでしたっけ、カヌー富め子ですね、あとヨットとか、ヨットはいい品物ですね、うん、というのもちょっと面白そうではありますよね、うんうんうん、そのまあ自分が、まあ、メジャーな種目、うん、サッカー、野球、バレーボール、バドミントンかな今人気順で言うと、うん、そこら辺だったらどこの学校行ってもね大体ありますよと、うんうん、今関高がヨットとボートありますという特徴ですね、うんうん、登米高がカヌーっていうのやってますね。そういうまあちょっと勉強の話とはずれましたけど、まあ、そういうのも、なんだろう2年半3年間楽しくやるんであればの話、うんうん、そうそのためにの話ですね。そうあのねこれ私関高のボート部の女の子なんかはよく話する機会があったんで頭もいいはずなんですけどすごいんですよ。その今年北海道インターハイ、うん、石巻高校の女子2人組は全国2位になってます、うんうん、そうなるとねもう今度国体に選抜されちゃって鹿児島大会ですって、うん、で9月末には鹿児島行って大会、そんぐらいね北海道は行くわ鹿児島は行くわみたいな高校生活になっちゃうのがこれ人気がないスポーツって言ったら変ですけど、まあ数が、ね、なんていうか県内で5校ぐらいしかね取り組んでいない部活動っていうのはそんなチャンスも隠れているという、うんうん、佐沼高校のボート部も、うん、北海道インターハイ行ってますから、うん、そういうチャレンジも面白いよ、うんうん、で勉強とボート両立してますっていう先輩たちだから、うん、どうしてもねここ入ったら私
剣道をやめるんですなんていうね、ここ中学生の話聞いたんですよ、でせっかくさ小中やってきたのに続けたいのになっていうところのかわいそうなね、そういう、どっちを取ったらいいのかなみたいな、気持ちをちょっと察したんですけど、大変だけど両立できたらば達成感はあるぞと、そこら辺をよくね、調整して考えてみてほしいなと、思いました。じゃあ今ね、本当に関校、古川高校、佐沼高校っていうあたりの話してきましたけど、もう一回ちょっと300点ぐらいの話に戻しますか。あ、そっちでいいですか。今なんだろう、そっち上の方の話してたら、かなり、少数派のための内容なんじゃないのみたいな、ボリュームゾーンとすると、まあ、300点前後みたいな、定期テスト、そうです、学校のテストで300ぐらい取っています、どこでも行けそうだとか、案外、楽観して見ている人が1回か2回申し受けて落ち込むパターンあるじゃないですか、で、そこら辺が、一番人数も多いんだと思うんで、そこをね、絶対応援したいと、で、まあ、いやいや、国公立大学なんか俺目指してないからみたいな、風なやつも、さっき言ったけど、ほら、高校入った後、なんかこう、いい位置にいたいじゃないですか、いいポジションでいるとさ、気分よく学校生活できるんで、そのために、まあ、受験でね、自分を仕上げといて入学するみたいなイメージを持ってもらいたいなと、ギリギリで入るとかっこ悪いぞと毎回テストあって、あれ今の学校ってみんなの順位ってバレるんですか。表示はされないですよ。表示は借り出されたりはしない。ある学校とかは貼られ、私立ですよ、貼られたりしますけど、公立は貼られない。公立どうかな、わかんないですね。まあまあ自分がね、こう見てる裏とか似たとかね、結果出るんでしょうからね、テストの後に、ほとんど張り出されないとは思いますけど、順位とは、なんだろうな、これ結局友達って高校入ってからできる友達、なんか気の合いそうなやつと友達になって、でその点数が分布しているゾーンもぴったりの仲間だったら気まずくないんですけど、そこを結構差あると言いづらくなるぞみたいな、友達関係に結構影響大きいべなとか成績ですか。テストの順位、でなんか仲良ければ何だったって話になっちゃうじゃないですか。ほんでまあまあなんだっていう時に、まあまあなんだっていう友達と一緒だと、ハッピーなグループになれるんで、それがさ、もし自分がやっべえもうビリの方だみたいな風な感じだと気まずいべっつ話をしたかったんです。だからこれ中学校の受験の対策だけど、ベースを50点60点こう自分は上げとくとさ、高校入ってからのテスト結果もあんまりビビんないで、いいゾーンにさ、こうポジション取れんじゃねえのみたいな。あとはそのやっぱ塾来てる人だと、勉強させられて、点数をなんぼか上げさせられて、高校生活のなんだろう、ノウハウを頭に植え付けられるわけですよ。そうすると、いずれその大学進学とかではなかったとしても、例えば近場で言うと登米とか白鸚とか、山陽とか、塾来て行ったっていう人たちは、比較的効率よく過ごしてるかなっていう気はします、もう楽勝でいい気分で学校行けてますよね、だから、入試の時点でもクリアはしてるし、高校受験終わった後に塾そのまま続けてる人もいるし、辞める人もいますけど、その塾とかとは無縁だった他の高校生の子とかと比べると、うまく生活しているかなと思います、そこいら辺がね、印象を私も受けてます。なんつうんだろうな、仕上がってるみたいな、中3の受験対策が高校に行った時の自分のベースみたいなところまでの仕上げにこうつながっている
感覚があって、うんうんうん、今出た白鸚、産業、とめ鸚、近場だと思います ね、うん、ここくらいの志望校にしようって思っている人たちは断然ね、これ受験勉強を自分に有利に利用してしまった方が高校生活がハッピーになると思う、うん、まあ言ったところさっきのまあ部活の充実もあるしテストにねあんまりビビんないんで、ね、いい感じで仕上がってみてください。